シャーツクの紋章。シャーツクは、ロシア連邦のリャザン州南東部にある都市。モクシャー川の左支流綱川の、さらに支流である、シャーチャ川沿いに立つ。州都リャザンからは南東へ1 4 5キロメートル。人口は7563人。1989年ソ連国勢調査では8181人。2006年の推計では7157人。 シャーツクとは、シャーチャ側から来ており、川の名はこの地の先住民が使ったフィングゴルゴ派の、モルドビン諸語の言葉によるものとされるが、その語源には、諸説あり定まった見解はない。16世紀、この周辺は深い森の中にある、開けた土地であり、ステップに住むタタール人が森に囲まれたモスクワ大公国へと、侵入するための通路となっていた。シャーツクの門と呼ばれる。 この土地を守るため、モスクワ大公国は要塞を各地に築いた。1553年、モスクワ大公国の南東の国境を守るために、シャーツクの要塞が建てられ、その周囲にシャーツキー・ゴロドクの町が成立した。1774年には、シャーツクの住民の多くがプガチョフの乱に加わった。1779年、死の地位が与えられ、 タンボ府県に属する軍の中心地となった。18世紀から19世紀にかけては、アマの取引が盛んな交易の中心地であったが、次第に、その重要性を失い、1897年に13,928人を数えた人口は1920年代頃をピークに、して落ち込んでいった。1923年には、リャザン州に管轄外されている。 ウォツカの瓶詰工程シャーツクにある長詰工場シャーツクから1 8トル離れたスタロチェルネーボ村にはチェルネーボニコリスキー修道院が建つ。これは17世紀から19世紀にかけて建てられた制度建築の集合体である。シャーツクには繊維工業や食品工業が立地している。また付近には石灰石の石切り場もある。 最寄り駅は3 0トル離れたところにあり、モスクワリャザンルザエフカシズラニを結ぶ、鉄道上にある。また、シャーツクには、モスクワリャザンサマーラチェリャビンスクを結ぶ、M5 幹線道路が通り、ここからモルシャンスクを経て、タンボフへ向かう国道 A143、および、サーソボを経て、カシモフへ伸びる、地方道 R124 が分かれる。ありがとうございます。